はい、皆さんこんにちは。グローカルの松田です。ここグローカルチャンネルでは国際協力で今活躍している方、もしくは活躍してこられた方の生の声を発信していくようなチャンネルになっておりますので、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ早速始めさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、今日はですね、国際協力の中でも、一貫して NPO 法人の代表を務められていて、教育支援とか就労支援とかをされていらっしゃる宮津さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、早速なんですけれども自己紹介していただいてもよろしいですか。はい、北海道室蘭市出身の宮津めぐみです。カンボジアに小学校2校を建てて、 NPO 法人ハチドリプロジェクトという代表をさせていただき、教育支援と就労支援活動をしております。今日よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。この動画でお聞きしたいなと思ったのは、そもそも宮津さんがハチドリプロジェクトとかをされるじゃないですか。その前に国際協力とか海外に興味を持ったきっかけって何だったのかなっていうところをお聞きしたくて、何がきっかけだったんですか。世界がもし100人の村だったらっていう本に出会ったのがきっかけでした。はい、あ、そうなんですね。それっていつの時とかって覚えてます。今50歳なんですけど、はい、30歳ぐらいの時だったと思います。どういう内容だったんですか。ぜひあの YouTube で、はい、世界がもし100人の村だったらってググると、はい、たくさん出てくるんですよ。あ、そうなんです。実はその本の内容が動画になっていて、はい、そういうことか。はい、私が30歳の時だから20年ぐらい前の世界がもし100人の村だったらは世界中に読まれて、今で言うとバズったっていう本だと思うんですね。その本は読むと、世界がもし100人の村だったら女性が50人、男性が50人、キリスト教は何人で、仏教徒が何人で、字が読める人は何人で、読めない人が何人で、きちんとした綺麗な水を飲める人は何人で、飲めない人は何人でみたいな紹介をしていて、それを読み進めていると、自分がどんなに恵まれた国に生まれた人なんだろうっていうのを数字でまざまざと叩きつけられたんですね。なるほど。もう衝撃でした。確かにその時に日本に住んでた時に、そんな感情とか数字っていうのは絶対目につかないことだったんで、それが衝撃だったってことですね。そうですね。あ、なるほど。確かにそれちょっと見てみようとか。ぜひあのおすすめはミスチルの365日の曲で流れる世界がもし100人の村だったらが一番おすすめですので、リンクだけちょっと載せておきますね。 ありがとうございます。はい、おすすめです。ちなみにじゃあその本に出会うまではあんまり海外とかの接点はなかった感じですか。一応ワーホリにカナダに行ったりとか、海外に興味はあったんですけど、途上国は全く興味がなくって、その本に出会うまでは世界で大変な思いをしている人がいるのは知ってはいるけれども、全く興味がなかったです。実際ワーホリには行かれてるっていう話あったんですけど、どこに行かれたんですか。カナダですね。カナダに行ったんですね。カナダはなんでカナダに行こうと思ったんですか。私18歳の時にバスガイドになってるんですけど。飛びましたね。そうなんですね。そこがガイドの寮があって、先輩と2人部屋だったんですよ。その先輩の本棚にあった本がワーキングホリデー、彼女はオーストラリアに行こうと思って、オーストラリアのワーキングホリデーの本があって、そういう制度が世の中にあることを知って、で今はネットありますけど、私が20歳の頃、30年前ネットがないので、全ての情報は本だったんですね。でその本の知識すらもなかなか手に取らないとわからないもので、一緒の部屋の先輩がたまたまワーホリでオーストラリア行きたい人だったから、あ、自分は高校生の時赤毛のアンが大好きだったのでカナダだなって。なるほど、そうなんだ。で当時多分3カ国しかなかったんですよ。はいはい、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、でみんなそこ3カ所回ってるみたいな。なるほど。で30歳で多分終わるから、20代のうちに3カ国を1年ずついるっていうのがカナダ行ってみて知ったんですが、流行ってましたね。そうなんですね。はい、じゃあ実際それでワーホリでカナダ行くじゃないですか。はい、カナダ行って、その時は英語はできたんですか。全然できなくて。え、その時どうしたんですか、カナダの時。その時私が出会った本がジオスのバンクーバーで語学学校に行けるっていう本に出会ったんですよ。なるほど。その本とワーヒニホリデーの本2冊だけで私の人生は変わって、カナダの行くジオスのところに電話をして手続きを取って、1ヶ月ホストファミリーの家に住んでジオスの学校に通って、そこから働くための場所を見つけるっていうプランを立てました。そうなんですね。はい、なるほど。実際じゃあ1ヶ月間ホームステイだったと思うんですけど、残りの期間はどこに住んでたんですか。
ですか。それでなんと全然英語喋れないのにガイドの仕事を見つけまして。それは対象は日本人ですか。日本人向けに日本人に対してバスの中でご案内するガイドさん、実はそれの仕事をしようと思って行ってたんですよ。あ、なるほど。じゃあそこはもうピンポイントですね。ところが電話かけるたびに英語が喋れないからあなたはダメって言われて切られるんですよ。あ、そうなんですか。そうなんです。で当時なんか新聞みたいなので職業の募集してるのを見つけてそこに電話するっていうのが言い換えると旅行でバンクーバー来る方とかカナダに来られる方って日本人ですよね。だから日本語ができれば正直いいっていう部分ないですか。あ、でもドライバーさんとのコミュニケーションとか、はい、昔は航空会社に1日か2日前に電話するっていう作業があったんですよ。え、なんでですか。航空券っていうのはそういうものだったんですよ、海外で。そうなんですね。紙のこういうのがあって、はいはいはい、航空会社に3日前に電話して繋がんないと席がキャンセルになっちゃうっていう時代、多分私ぐらいの年齢の人は知ってる。あったね昔それっていう。でお客さんの分の電話を全部しなきゃいけないんですよ。なるほど。名前言って、はい、何時の便だよっていうのをするのも仕事だったんですね。そこがダメだったんです。はい。え、でもどうやってついたんですかそれは仕事。たまたまかけたカルガリーの募集してた会社さんが前北海道のガイドさんが働いてって言って北海道のガイドは優秀だっていうことで英語使えなくても大丈夫ってことで、あ、北海道のバスガイドでよかったと思って。私の売りって英語使えないからバスガイドしてましたしかないんですよね、はい、それを武器にしてカルガリーでバンフ国立公園を案内するっていう仕事をしました。そうなんですね。でもワーホリから終わるじゃないですか、はい、終わってもバスガイドは勤められてたんですか。その後はそこの会社さんが実はワークビザ出すよって言われて、だけど断って、はい、北海道に戻ってまたバスガイドに前の会社に戻らせてもらって、うん、なんでそのワークビザを切っちゃったんですか。当時5年経ってワークビザもうちょっとで切れるっていう先輩が2人ぐらい結婚してたんですよ、はいはいはい、ビザが切れるから結婚っていうの嫌だなって思ったんですよあ、そっちっすね。そう、結婚願望とか憧れがすごい強い時だったので、はいはいはい、ここにいたらみんな他の先輩みたいにカナダ人と結婚してビザが切れちゃうって残ってたいから結婚しちゃう未来は嫌だなとか思いました、うんうん、なるほど。でそれで、じゃあ日本に帰ったと。他にお仕事とかもされてらっしゃったんですかその後。その後は国際支援してからは添乗員の仕事を。添乗員は何のお仕事なんですか。ガイドはバスの中で喋るんですけど、はいはいはい、添乗員は旅行会社さん側に立つっていうんでしょうかね。なるほど。それは海外の旅行ですか。国内と海外ですね。関東からのお客様を例えば北海道とか沖縄とか、うん、修学旅行に連れてく添乗員さんと現地に行ってバスに行ったらバスガイドさんいるじゃないですか。分かりやすい、分かりやすい、はい、なので18から30歳ぐらいまではバスガイドをしていて、ハチドリ立ち上げてからは添乗員っていう仕事について、でその旅行のノウハウはあったの で国内と海外、海外も 2,3 年ぐらい日本のお客様を海外に連れてくっていう仕事をさせていただいてました。まあ、いろいろ添乗員さんとかバスガイドさんをされつつ、まあ、ワーホリにも行って、その後世界がもし100人の村だったらみたいな本にたどり着くわけですよね。ちょっとそこだけもう一回聞きたくて、なんでその本に出会っちゃったんですか。当時多分流行ったんですよね。本当にその時期のベストセラーだった気がします。うーん、私よくこの国際支援のきっかけってこの本紹介するんですけども、それで調べたら世界中で流行った、多分 We Are the World を当時知らない人がいないぐらいにその本は有名なので、私以上の年齢の人は割と知ってる本かなと思います。なるほど。じゃあそれで本屋さんに行ってご飯じゃんみたいな感じで買って見たって感じですか。そうですね。実際それでこういう世界なんだ実際はっていうところのギャップを受けただけですか、それともなんか他にも印象的なところがあった感じなんですか。それから世界の自分と反対側の数字の人たちの現状を知りたくて国際支援関係の本を読むようになったんですよ。ああ、そういうことなんですね。わかりました。ありがとうございます。まあ、この動画ではなぜ国際協力に興味を持ったのかっていうきっかけっていうところから、国際支援っていうところをやる前何をしてるのかみたいなところをお伺いしたんですけど、次の動画ではその本を知って裏側にいる人たちのことを知りたいって言ってどういうアプローチをしていったのかっていうところをお伺いしようかなって思ってます。はい、はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。